苗場スキー場は、新潟県南魚沼郡湯沢町にある、スキー場である、旧国土の経営を引き継いだ株式、会社プリンスホテルが運営している、ゲレンデから湯沢町の町並み東京から近いうえ、湯沢地区の中でも一番の標高差があることで人気が高いとされる。豪雪地帯の湯沢地区のスキー場の中でも一番、内陸側にあり、標高が高いため良質の乾いた雪が降る。 当時の西部グループの総帥だった、堤美義明が自ら温度を取り、竹の子山を買い取って、一大リゾート地を建設する構想を企画し、1961年に、苗場国際スキー場という名称でをオープンした。苗場の名前がついているが、苗場山山6に存在しているわけではなく、清津川を挟んで苗場山と向き合う、竹の子山の山麓にあり、苗場プリムスホテルを中心に、 ゲレンデが構成されている。初心者から上級者向けまでバラエティに富んだゲレンデが存在し、スキースクールも行われている。スキー用品のレンタルや宅配便で送るサービスもあるため、手ぶら来場することも可能である。またプリンスホテルやゲレンデのスキーチケット売り場、プロショップ、コンビニエンスストア、お財布形態を使用した ID などで、チケット等が購入可能となっており、 財布を持たずにスキーができるような工夫もされている。また、2002年に近隣のカグラスキー場との間に当時世界最長のゴンドラであるナエバ・タシロゴンドラが設置された。これによりナエバからカグラ、三つ股、タシロの各スキー場にアクセスすることが可能になっており、すべてのスキー場を総称して MT ・ナエバとも呼ばれる。毎年、松藤や弓が30年以上にわたって、 ライブを続けているほか、1999年からは、フジロックフェスティバルの会場ともなっている。営業期間が比較的長いのも、特徴の一つである、外気温の低下に依存しない、スノーマシンの導入によって、営業開始時期が早まり、11月上旬から営業を開始することもあった。か、グラスキー場に次いで営業期間も長い、春スキーの期間が比較的長いのも、 特徴の一つで、かつては5月中下旬頃まで営業していたこともあった。近年では、春の営業期間は縮小傾向にある。最も遅い時期は、毎日22時まで営業しており、群馬県、新潟県の近隣のサラリーマンなどが、日中の仕事を終えてから訪れるものも少なくなかった。しかし、近年利用者が少なくなっている影響で、営業時間短絡を迫られた。 さらに2013年頃、通常時のナいたで運行するリフト本数が1本まで減らされた。多くの来場者をカバーするため、ピーク時にはリフトやゴンドラは24機あったが、現在は12機と半減させている。1987年公開の映画、私をスキーに連れてってお契機とするスキーブームの時期は、ピーク時の来場者数が年間約380万人だった。当時、 正月三が日の人デランキングでも、明治神宮、東京ディズニーランドと並んで上位の常連であった。近年は、当時の1、3程度となっているが、それでも、単一のスキー場の来場者数は1位である。初級コース、後に期日するて、レインパーク、日チゲレンで、ドラゴンドラ連絡コースで構成されている。初級コース、第三高速周辺に存在する、中級コース、 第8高速の右側に存在する2012-2013シーズンには地元のアルペンレーサーのトレーニングバーンとして一時期使用された初級コース、ホテル正面ゲレンデ、初級コース、第5高速周辺のゲレンデ、初級コース、一番左側のゲレンデ、中級コース、ダウンヒル無料休憩所から第4高速ゲレンデまでのロングコース、ダウンヒルコースの迂回路。 かつて同場所に馬の瀬コースが存在していた中級コース大斜面の終点からドラゴンドラ連絡コースに向けた林間コース中級コース苗場のメインゲーレンで大斜面の迂回路かつて共用していたが閉鎖している上級コース大斜面を降りていく途中にある超上級斜面かつて乱瀬コースまたはスラロームバーンジョブと呼ばれた一時期閉鎖されていたが 2011年度より復活した上級コーススプラッシュボールに続く急斜面上級コース大斜面から続くテクニカルバーンコブ斜面を標榜しているかつてエキスパートコースと呼ばれた上級コースダウンヒルコース上部から男子リーゼンスラロームコースに連絡する後に閉鎖されている初級コースタケノコ山ゲレンデと大斜面の連絡路 上級コース、竹の子山ロマンスリフトの右側より始まり、竹の子平ゲレンデに接続する。正面ゲレンデは滑走禁止となっている。上級コース、竹の子山スカイラインコースから接続する。現在は閉鎖。中級コース、竹の子山ゲレンデの迂回路、クロスコースとスロープスタイルコースがある。キッカー、ボックスなど、洋賞2専用のソリゲレンデ、4号関正面にある。 ナエバプリムスホテルから南東に約 1.2km の場所にある。もともと西部グループとは無関係の施設だったナエバスノーパルマベルカントを1994年12月に買収した。買収以前からスノーボードを開放しており、早期からハーフパイプを建造し、スノーボードパークが有名であった。2009年から2010年シーズンから2010年から2011年シーズンは、 スキー専用ゲレンデであった。ヶ貝ゲレンデの南側の西部系が分譲する苗場別荘地内にかつて存在したスキー場。数と乗りリフトが一本だけの非常にローカルなゲレンデであったが後に取り壊されている。国道17号線を挟み苗場プリンスホテルの東に位置するリゾートマンションの西部ビラ苗場に囲まれる2011年度をもって営業を終了している。 名前は異なるものの、実質的に、苗場スキー場と同じ運営で、リフト券は、苗場と共通のものもあった。本スキー場から南へ約4トル、国道353号の行き止まり地点に存在。2004年度をもって閉鎖。スノーボードは、全面禁止だった時期もある。苗場プリンスホテルと営業中のゲレンデ苗場、プリンスホテルスキー場利用者に、最適化されたホテル、 ゲレンデ側の部屋からは、美しいナイターのライトアップが楽しめる。ファミリー、カップルなどそれぞれに適した宿泊プランがある。バブル景気時のスキーブームの時などは、クリスマスや正月の予約は、夏の時点で予約がいっぱいになることが多かったが、バブル景気が終わった1990年代前半のスキーブームの終焉とともに来場者が減少し、2010年には、 小中学校の夏休み期間を除いて、夏季営業を停止した。現在も夏休み期間と冬季の営業は行うものの、利用者数は、スキーブームの頃と比べ激減しており、年始年末を除くと予約を取りやすくなっている。詳細は、苗場プリ、日帰りスキーセンター日帰り専用駐車場側にある、スキーセンターで、更衣室、待合室、コンビニエンスストア、ロッカー、温泉や。 足湯などの施設がある。子供用施設託児所、授乳室、レンタル個室などが用意されている。レストランゲレンで、プリンスホテル内合わせて30近くのフードコーナーがある。寿司、蕎麦、イタリアン、中華料理、ラーメン、焼肉、ステーキ、フレンチから、ファーストフードや、ショットバーとほとんどのジャンルが揃っている。詳細は、苗場プリンスホテルアクセスを参照。ありがとうございます。